各際は記者会見中にご質問いただきますようお願いします。オンラインでご参加の方はチャットからのご質問をお願いいたします。それでは日本代表選手団メダリスト記者会見を始めさせていただきます。登壇しているメダリストをご紹介いたします。バドミントン競技混合ダブルス銅メダリスト渡辺裕太選手です。同じく東野有紗選手です。はじめに両選手よりメダルを獲得し一夜明けての感想をお願いします。まず渡辺選手からお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、渡辺です。一夜明けてまだまだ実感は湧いていないところではありますが、まあ、いろんな方々からのメッセージとか、メールをいただいて、まあ、少しずつ実感が湧き始めているところです。ありがとうございます。東野選手お願いいたします。はい、素直に嬉しいですし、たくさんの方々からの連絡だったりメッセージっていうのが徐々に実感を湧いてます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移らせていただきます。質問の際は私から指名させていただきますので、ご所属、お名前、どちらの選手へのご質問かを明らかにされた上でご質問をお願いいたします。オンラインでご参加の方はチャットからのご質問をお願いいたします。質問の冒頭に選手団会見用 ID 番号、ご所属、お名前の3点を記入し質問を送信ください。それでは会場からのご質問ございますでしょうか。ご挙手をお願いいたします。そちらの、右側の女性の方、お願いします。おめでとうございます。お二人に質問です。 AP 通信社の赤井と申します。今回は復興五輪ということで東京に行くが順次進めてきたんですけども、結果的に無観客ということで現地の方も世界に向けて復興を伝えることが難しいという声を聞かれる中で、実際に2017年に被災をされたお二人が今回こうやって世界にこう何か発信している機会を得られたと思うんですけど、何かお二人の今の気持ちを福島に関してお話しいただけたらと思います。渡辺選手からお願いいたします。はい、僕らもちろん、福島で育ったと言っても過言ではないですし、福島で過ごした6年間というものが、まあ、僕の中ではすごく大切で、まあ、かけがえのない時間だったと思っています。もう本当に、まあ、震災とか、いろんなことがあって、まあ、苦しい方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、そんな中でも、まあ、僕らをこう諦めず応援してくれてサポートしてくれた方々に、まあ、何か少しでも勇気とか感動を与えられたらという思いでオリンピック戦っていましたし、まあ、銅メダルを獲得したということで、まあ、少しでも恩返しができたらっていう気持ちで今はいっぱいです。ありがとうございます。続きまして東野選手お願いいたします。本当に福島で過ごした6年間は自分にとってかけがえのない6年間でしたし、本当にこの6年間がなければ今私はここに立っていることはないと思います。本当に福島県の方々にはたくさんお世話になりましたし、本当に恩返ししたい気持ちでこのオリンピック臨みました。ありがとうございました。他にご質問いかがでしょうか。これは、前列2列目ですね。グレーの共同通信社の山本です。おめでとうございました。まあ、日本代表、他の日本代表がなかなか鉄板の構成なんか昨日もこう逃げ出したくなるような重圧がかかってたとおっしゃってましたけど、その重圧とどう戦ってどう乗り越えてこのメダルにたどり着いたのか、まあ、改めてお二人に聞かせてもらいたいです。ありがとうございます。渡辺選手からお願いいたします。はい、僕ら以上に他の選手はメダルを期待されていたと思いますし、僕ら以上にプレッシャーとかその期待っていうものが、まあ、半端なかったと思うし、まあ、そういうものを僕らもすごくひしひしと感じていたし、難しいゲームが続いて、まあ、2人で楽しもうという話は知ったんですけど、なかなかそういった楽しむゲームっていうのは、まあ、実際あまりできなくて、まあ、ただ、まあ、やるからにも覚悟
を持ってコートに立てていたし、責任感とか、重圧っていうものを感じながらも、覚悟を決めてコートの上に立って2人で、話し合いながら、試合をできたのが良かったと思いますし、僕自身何度も心が折れそうになって、もう本当それこそ試合から逃げ出したくなるような時もたくさんありましたけど、そんな時コートの中で先輩がしっかりと声をかけてくれて大丈夫だよとかどうもないっていう声をかけてくれて、そこに僕がかなり救われてもう一回立ち直るきっかけになったし、3位決定戦でも本当に諦めそうになったところで先輩が声をかけてくれて、そこは、あの試合に関して言えばすごく分岐点だったし、僕にとってもすごく、あそこで踏ん張れてよかったなというふうに思っています。続いて東野選手お願いいたします。はい、ゆうた君も言ってくれたように自分たち以上に先輩方は多分プレッシャーだったり重圧っていうのが本当にすごかったと思いますし、先輩方の部分で自分たちも頑張ろうっていう気持ちで臨めましたし、前日の、中国戦の時も負けてしまった時に先輩方が声をかけてくれて、明日を思い切ってやるだけだよとか本当に心が救われたので、先輩たちの分も勝ててよかったです。ありがとうございました。他に質問いかがでしょうか。最高ですと黒いですフジテレビです。モダビア、本当におめでとうございます。それに2点、質問させてください。今回試合後のインタビューでは男子でダブルスを組む遠藤選手にも、お二人触れられていましたが、3人で取ったメダルだと思うという話もあったかと思います。改めてダブルスチームの団結力や絆というものについてお伺いできればと思います。渡辺選手お願いいたします。はい、ダブルスに限らず、日本代表として、日本チームとして、普段からとても切磋琢磨して練習を詰めていましたし、やっぱり、近くでこう一緒に戦ってきた遠藤さんの力をもう本当に 100% お借りして3位決定戦は挑んだ試合ですし、3人で取って銅メダルというのに関して言えば嘘偽りのない、事実だと思ってますし、遠藤さんがいたから、先輩がいたから、今の僕がいると思っています。東野選手、お願いいたします。本当に遠藤さんと自分と裕太君で3人で1つで頑張っていこうっていうふうに3人で話してたので、最後遠藤さんにこう声をかけてもらえた時は本当に嬉しかったですし、3人で取った銅メダルだと思います。ありがとうございます。関連で、オンラインの方から質問が入っております。代読希望ということですので私から読み上げさせていただきます。ベースボールマガジン社バドミントンマガジンの三橋さんからのご質問です。この度はおめでとうございました。表彰式の直後お二方に遠藤選手が駆け寄り握手をしてメダルを見せるシーンがありました。その時にどんな言葉を交わしましたか。またその後に遠藤選手にメダルをかけるなどしたのでしょうか。どんな反応やり取りがあったかも含めて教えてくださいということです。渡辺選手からお願いできますでしょうか。はい、試合終わって遠藤さんがこう近づいてきてくれて、もういち早くメダルをこう表彰して終わった後見せたかったですし、かけてあげることはまだできてないんですけど、持ってくださいっていうふうに言ったら最初はいいよいいよってこう言ってくれてたんですけど、僕がもうぜひ持ってほしくて思ってもらって、やっぱり3人で取った、銅メダルだったなって改めて実感するし、これからも間違いなく遠藤さんに教えていただいたことや経験したものっていうのが僕のバドミントン人生の中でかなり生きてくると思うので、引き続き遠藤さんにはもう感謝の気持ちでいっぱいですし、これからもたくさんお世話になりたいなと思ってます。ありがとうございます。東野選手お願いいたします。もう本当にほとんど雄太君が言ってくれたんですけど、表彰式の後に遠藤さんが近づいてきてくれて、2人でメダルを見せることができたっていうのは本当に嬉しかったです。ありがとうございました。他にご質問いかがでしょうか。じゃあ真ん中の黒い T シャツの男性、
島民友新聞の坂本です。銅メダルおめでとうございます。東野選手に明日が誕生日、25歳誕生日ということで24歳最後締めくくり今の心境と、あと渡辺選手には何かお祝いについて考えていらっしゃるのかぜひ教えてください。東野選手お願いいたします。本当に3位決定戦で決まった時は最高の誕生日になるなというふうに思いました。また25歳も頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。失礼しました。すいません、渡辺選手お願いします。はい、実際まだ何を渡そうかって決めてないんですけど、あんまり僕はサプライズは得意じゃないので、先輩に何欲しいとかちょっと聞いてみて、なんかあんまり高くないものをあげたいなと思ってます。ありがとうございます。それでは他にご質問、その前からでいいですか。NHK の中村です。お二人おめでとうございました。少し気が早いかもしれないですけれども、今後の目標を改めて聞かせていただいてもよろしいですか。渡辺選手からお願いいたします。はい、またすぐに、ツアーが再開されると思いますし、僕らは常にこう勝ち続けられる選手でありたいと思っていますし、遠い目標で言えばパリオリンピックで金メダルというのはもちろん、頭の片隅にはありますけれども、やはり目の前の1秒1秒がすごく大切になってくると思っているので、長くない競技人生ですし、悔いのない、時間を過ごすために目の前の1試合1試合だったり1つの練習というのをまずは、正確にこなしていきたいと思っていますけど、ちょっとゆっくりしたいなと今は思っています。東野選手お願いします。はい、今回銅メダルですごく悔しい思いをしたので、パリオリンピックでは金メダルを取りたいです。そして裕太君も言ってくれたように、一つ一つの大会、一つ一つの試合を大事にこれから戦っていきたいです。はい、ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。チャットの方も大丈夫でしょうか。2回目ですね。それぞれに質問させてもらいたいです。まず渡辺選手は、高校の時からミックスなら世界を取れる、メダルを取れると思ってやってこられたと思います。それが間違ってなかったなと思うんですけど、そのことに関してどう感じていらっしゃいますか。渡辺選手お願いします。そうですね、自分自身、その言葉を信じて、言ってしまった手前、実現するしかないなと思っていましたけれども、やっぱりそれだけ自分をこう信じて突き進んできた甲斐がありましたし、その言葉に嘘はなかったとこう、今少し言えるのかなという気持ちでいます。東野選手も、昨日試合直後の抱擁の2人が決め合うシーンで感動的なシーンだったと思うんですけど、あの瞬間というのは、卓球の時とかだったらちょっと伊藤美誠選手が嫌な話もありましたけど、東野選手受け入れた瞬間の気持ちというのはどんな感情だったんでしょうか。はい、ゆうた君と組んできたこの10年間の思いを全て乗せて抱きしめました。ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしい。その真ん中の女性の方お願いします。スポーツ松の手島と申します。ありがとうございます。お二人に質問なんですが、お二人とも中学時代から同じチームメイトだったと思うんですが、その頃からダブルスも組んでたと思うんですけど、中学時代から相性がいいなというふうに思っていたのかなというのと、それがずっと長い間一緒にいるというのが今回の銅メダルにつながったのかなというのをお聞きしたいです。では渡辺選手からお願いします。はい、僕は両方だと思っていて、最初からいい気は合っていたし、一つ上の先輩であんまり、初め話したことがない先輩で、試合の時だけみたいな感じでしたけど、
まあ、それでもかなりうまくいって、まあ、成績を残すことができて、まあ、ただそれでは勝てない時期が、勝てなくなる時期があって、まあ、そこでしっかりとコミュニケーションを取ったりとか、話し合うということの大切さを学んで、教えてもらって、まあ、10年経ちますけど、やっとこう僕らのスタイルというか、そういうものが確立されつつあるのかなとは思いますけど、まあ、これに満足せず、まだまだ僕らは強くなれるし、まだまだ成長できるというふうに、まあ、思っているので、これからも2人で支え合いながら成長し続けていきたいなと思っています。ありがとうございます。東野選手お願いします。はい、中学校の頃から組んだ瞬間に、まあ、練習もしてないんですけど、すごく息が合いましたし、コンビネーションとかもすごく良くて、ゆうたくんも言ってくれたように話したことも全然なかったんですけど、ゆうたくんとミックスを組んだ時はすごく楽しくて、あの瞬間は多分今でも忘れられないです。そしてゆうたくんとだからこう長い間組んでいろんな会話ができて、ゆうたくんとだからここまでやってこれたんだと思います。ありがとうございます。